じゃあ、はい、OK。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。というわけで、今日は久しぶりに料理動画をちょっと息抜きとして撮ろうかと思います。初めてこの動画を見た人は、ちょっとね、何してんのって思うかもしれないんですけど、まあ、今までね、その、パンケーキとか、あとオムレツとかパスタとか、ちょこっとね、料理動画を息抜きとして、上げてきてたんですよ。なので、まあ、今日はね、ほんと、息抜きで、ちょっと久しぶりに撮ろうかなと思った次第でございます。今回はほんとサクッとあります。すごい簡単なやつなので、まあ今後なんかコメントでリクエストとかあればまた料理企画しようかなと思うんですけど、まあ今日はほんと簡単な、オムレツですね。はい、というわけで、今日はもうめちゃくちゃ簡単です。卵3つ。卵3つしか今回なかったから3つなんですけど、まあ4つ、ちっちゃいやつだったら4つの方がいいかもしれません。まあ今日もね、ぶっちゃけちっちゃい卵なんだけど、まあ頑張って3つなんとか作ります。で、あとケチャップと、バターのみ、これだけです。これだけ。動画として大丈夫なのかって思うかもしれないけど、で今回は、まあ、秘密兵器というか、一応あります。今回ちょっとこのゴムベラを秘密兵器として用意しました。で、まあ、フライパンくっついちゃうようになった人多いと思うんですよね。まあこうね、あれ剥がれ始めてて、その、それくっつきやすくなっちゃったフライパンに対して、これがあると、こう、剥がしやすくなるんで、まあ、もし、ダメだった時用にこれを使います。ちょっと調理中は、ほんと調理時間すごい短いんですよ。なので、この、どうやってやってるかとか、あんま喋ってる時間がないと思うんで、ここでね、やる前に軽く説明をします。まず、まあ、溶いた卵を、あ、その前にバター熱して、バター入れて、溶いた卵を入れて、まあ中火、強火ぐらいで最初こう、かき混ぜるんですけど、フライパンはこう、縦に揺さぶって、でこう、菜箸とかでかき混ぜるんですけど、その外側から火がね、通っていくんで、こう外側のやつを混ぜて中にこう入れていく。外混ぜて中に入れて、っていう風に。やっていきます。で、ある程度固まったら弱火とかにしても全然大丈夫です。弱火にしとかにして、まあ、くっついてたらこういうのでオムレツの形にしてひっくり返して説明大丈夫かな。ひっくり返して裏側くっつけて戻して皿にもっけて終わり。で、混ぜ方はもうあんまりないですけども、なんかこんな風に混ぜたりするんですけども、とりあえず混ざればいいです。白身がね、白身がこう取れなくなるぐらいまで。じゃないと、白身がこう取れちゃうと、焼いた時に白くなっちゃうんで、白い部分が出ちゃうんで、まあ、よくかき混ぜてください。まあ別に泡立っても問題ないです。昔、料理屋でバイトしてた時はなんか、こうすっごい大量に混ぜるんですけど、そういうその時はね、こう、まあ、一個一個使っていくから、その大きな中から泡立てちゃいけないっていうやつがあったけど、いっぺんに使う場合はもう別にこう泡立てちゃっても大丈夫なはずっていうふうに教わりました。よいしょ。 OK、 スピーディースピーディー。はい、ですね、今、何が起こったか説明しようと思います。動画の前半戦とかじゃいいかな、ドミネーションみたいになってんな。前半ね、まあ、黒い T シャツ着てる時ですね。まあ、卵3つ使って作ったんですよ。作ったんだけど、このフライパンがちょっと使い古してて、まあ、くっついちゃうのもあって、まあ、要するに、失敗したんですよね。失敗しました。まあ、久しぶりだったんで、もう仕方ないんだけど、ちょっとまあ、いい出来じゃなくて、卵を3つだけだったから、買いに行ったんですよ。なんだけど、買いだめか。みんな買いだめしてる時で、もうどこ行ってもスーパーにその食材が、なくてですね、ちょっと、もう本当なかったの。だから、まあ、今回数日後にまた撮ってます。だからテイク2ですよ、テイク2。もうほんとね、ほんと大変だったからね。で、今回は、
このちょっといいやつを使います。もう普通のが、もう売り切れててなかったんで、もうこれを使います。で、ちょっとバターだけだとちょっとくっついちゃったんで、今回オリーブオイル使うんですけど、まあ、サラダ油の方がいいかな。オリーブオイルだとまたちょっと風味が変わっちゃうんで、本当だったらサラダ油の方が多分いいと思います。まあ、てことで、テイク2を取っていきます。よし、はい、ってことで卵を溶いていきます。で、まあ、ちょっとどうだろうな、ちょっと大きいから多分3つでいけると思うんですよね。いや、ちょっと4つ使いました、4つ。ちょっとまあ大きいのと小さいのが、混じってる感じなんで、まあ多分4つで いけるかな。これぐらい、これぐらいです。雑です。よいしょ、はい、 OK、 OK。 じゃあフライパンを温めます。で、ちょっと調理中はうるさいと思うんで、ちょっと音量を下げて、まあ、字幕とかうまくつけます。もうここから早いんで一気にいきますね。油入れました、いきます。取れてる？取れてるね。外側の中にフライパンは立てる。中火ぐらいにします。でも弱火にしちゃっていいです。火から離して、よし、ほっ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 、よし、剥がれていくな。トン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 、おい、よし、ほい、取れてる？取れてるから大丈夫かな。悪くない、あんまできよくないな。まあまだまだいける、許容範囲内、ね、いける。で、戻して、今裏側くっついたんで火離して、はい、これ、あ、そらで、よいしょ、あ、できました。はい、オムレツの完成です。おー、ちょっと焼きすぎたな、ちょっと焼きすぎた、あんま表面も良くないけど、まあもう悪くない、悪く、まあ、ちょっと、でも一応多分これで、この割って、ご飯の上とかに割って、こうパカってやると多分オムライスにちゃんとなります。表面が薄い、衣じゃないね、卵になってて、中は半熟になってるはずです。完成。ケチャップだね、ケチャップ、ケチャップ、まあケチャップはフライパンの上で煮詰めると結構お店のような味になるんですけど、酸味が飛んでちょっと飛び散るんで今回やりません。じゃあ、はい、オッケー。どうしよう、割ってみる、割る、切ってみる、普通に切ってみるか。おい、あ、まあまあ、ちょっとサムネとか撮ってたら固まっちゃったかもしれないけど、まあまあ普通のこれぐらい、ちょうど半熟かなぐらいかな。まあオムライスとかに乗っけたい場合はもうちょっと柔らかい方が切った時に多分いい感じです。うんうん、卵、はい、というわけで、やっと取れましたよ、本当に大変だった。で、まあ次はね、またなんか料理動画リクエストあれば作りたいなと思います。まあね、今回はね、うーん、60点かな。本当はもっと、まあ形もそうだけど、表面がね、こう焦げ目ついちゃダメっていうか、本当に
真っ白な、真っ白じゃおかしいか、まあ黄色、ほんと綺麗な焦げ目のない感じにできたらパーフェクトだったんだけど、まあ、ちょっとねやりすぎたねこれは。まあ、うん、まあ、久々にやったからもう何事も一緒だけど、練習すれば練習するほど多分うまくなるんですよこれ。なんで皆さんも頑張って作ってみてください。というわけで皆さんぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready.